こんにちは。森鴎外作高瀬舟の3回目をお送りします。木助は言葉を継いだ。お恥ずかしいことを申し上げなくてはなりませんが、私は今日まで200文というお足をこうして懐に入れて持っていたことはございませぬ。どこかで仕事に取り付きたいと思って仕事を訪ねて歩きまして、それが見つかり次第骨を惜しまずに働きました。そしてもらった銭はいつも右から左へ人手に渡さなくてはなりませんなんだ。それも現金で物が買って食べられる時は私の工面のいい時で、大抵は借りたものを返してまた後を借りたのでございます。それがお牢に入ってからは仕事をせずに食べさせていただきます。私はそればかりでもお上に対してすまないことをいたしているようでなりませんの。それにお牢を出るときにこの200文をいただきましたのでございます。こうして相変わらずお上のものを食べていてみますれば、この200文は私が使わずに持っていることができます。お足を自分のものにして持っているということは、私にとってはこれが初めでございます。島へ行ってみますまではどんな仕事ができるかわかりませんが、私はこの200文を島でする仕事の元手にしようと楽しんでおります。こう言って木助は口をつぐんだ。庄兵衛は、うん、そうかい、とは言ったが、聞くことごとにあまり意表に出たので、これもしばらく何も言うことができずに、考え込んで黙っていた。庄兵衛は、かれこれ初老に手の届く年になっていて、もう女房に子供を4人産ませている。それに、老母が生きているので、家は7人暮らしである。平生人には貧食と言われるほどの倹約な生活をしていて、衣類は自分が役目のために着るもののほか、寝巻きしかこしらえぬくらいにしている。しかし、不幸なことには、妻をいい寝台の商人の家から迎えた。そこで女房は夫のもらう縁米で暮らしを立てていこうとする善意はあるが、豊かな家に可愛がられて育った癖があるので、夫が満足するほど手元を引き締めて暮らしていくことができない。ややもすれば月末になって勘定が足りなくなる。すると女房が内緒で里から金を持ってきて帳尻を合わせる。それは夫が借財というものを毛虫のように嫌うからである。そういうことは所詮夫に知れずにはいない。庄兵衛はご節句だと言っては里方から物をもらい、子供の七五三の祝いだと言っては里方から子供に衣類をもらうのでさえ心苦しく思っているのだから、暮らしの穴を埋めてもらったのに気がついてはいい顔はしない。格別平和を破るようなことのない羽田の家に折々波風の起こるのはこれが原因である。庄兵衛は今木助の話を聞いて、木助の身の上を我が身の上に引き比べてみた。木助は仕事をして給料を取っても右から左へ人手に渡してなくしてしまうと言った。いかにも哀れな気の毒な境涯である。しかし一転して我が身の上を顧みれば、
彼と我との間に果たしてどれほどの差があるか。自分も神からもらう縁前を右から左へ人手に渡して暮らしているに過ぎぬではないか。彼と我との相違はいわばそろばんの桁が違っているだけで、喜助のありがたがる200文に相当する貯蓄だにこっちはないのである。今日はここまでといたします。ありがとうございました。